ボディビルとは、美的感覚の効果を意図して、自身の筋肉を肥大させ、筋肉組織の構築を制御ないし発達を目的とした進行性抵抗運動。肉体的強さではなく、あくまで外見が重要であり、重量上げとは別物である。これに従事する者たちは、ボディビルダーと呼ばれる。競技に参加するボディビルダーたちは、体育の調和、金星。 筋骨の競争さ、筋肉の大きさ、体調を競い、舞台に立つにあたって、格付け審査員に向けて構えを決める。ボディビルダーたちは、脱水とカーボローディングを組み合わせ、競技出場前の最終段階において、不要な体脂肪を減らし、最大量の筋肉と、その鮮明な輪郭及び、血管の分布の構築を完遂する。舞台上集中光線を浴びる彼らは明暗を、 強調する目的から体を日焼けさせ、髭を剃る。国際ボディビル連盟が開催するミスターオリンピアで優勝した者はボディビル界の頂点に立つ存在とみなされることが多い。1950年以来全米アマチュアボディビル協会が主催する世界選手権ではアーノルド・シュワルツェネッカーをはじめとする名の知れた受賞者がおり、これに勝ち残った者は 専門職としてのアスリートになることが多い。ボディビルダーたちの多くは、自らが理想像として描いている肉体の構築の達成に向けて、労力と多大な時間を消費している。彼らが、週単位で7時間分の重量上げを行う場合、最初の1年間で体重を8から20ポンド増量させる可能性があるが、2年経過した後は5から15ポンドに鈍化し始め、 5年後には3から10ポンドにまで低下する可能性がある。ボディビルダーの中には筋肉を増大させ、肥大させる目的からアナボリックステロイドや増強剤を乱用する者も,もいる。筋肉の損傷からの回復は早いが、健康上の危険性や公正な競争を行うに、当たっての留意事項でそれらの服用が禁止されることもある。ステロイドを服用していないかどうかを検査すべきだとの、 声が上がるが、ボディビル連盟はそれをやろうとはしない。リッチ・ピアーナをはじめとして、筋肉の増量と肥大を目的に、ステロイドのみならず、インスリンを乱用する、ボディビルダーもいる。ピアーナは2017年に突然死に近い形で、死亡しており、インスリンの乱用を疑う声がある。インスリンは、ステロイドと同じく、筋肉の成長を促す同化作用が強く、 ボディビルダーたちが服用している。また、インスリンはすでに血中にあり、検出されることがない。インスリンは体を太らせる作用が非常に強い、ホルモンであり、ボディビルダーたちが理想として描いている肉体の構築を困難にする。インスリンを乱用するボディビルダーが増えていることについて、ブリティッシュジャーナルオブスポーツメディスンに掲載された、論文、インシュリンアズ。 エイドラック・オブ・アビューズ・イン・ボディ・ビルディングでは筋肉を肥大させる目的でのインスリンの服用は非常に危険であると警告している。古代エジプト、ギリシア、タミラカムにおいては大きな石を持ち上げる競争行為が行われていた。西洋においては1880年から1953年にかけて重量を上げが発展し合力自慢の者たちは一般大衆に向けて 自身の力強さをこれ見よがしに見せつけ、互いに競い合った。比重が置かれたのは参加者たちの体格ではなく、彼らの四肢と腹部は大抵は太っていた。友人三道、筋肉を披露する異芸としてのボディビルが誕生したのは19世紀末のことである。この時代にボディビル競技を推進したのが、近代ボディビルの父としばしば評される、ドイツ出身の友人三道である。 参道以前にも鍛え上げた肉体を見せ物にする大道芸のような文化はあったが、これは重い岩を持ち上げる、鎖をちぎるといった力の強さを見せるものであった。参道は古代ギリシャローマの彫刻を研究し自分の肉体を鍛錬によってそれに近づけることを目指した。これにより具現化された肉体美が想像のものではなく、 実際の人間の肉体で表されることを証明したことが賛同の功績であり、競技の概念の起源である。賛同は最初に運動器具を発明、販売した。1901年9月14日に賛同は初めてボディビルコンテストを開いた。そのコンテストはグレートコンペティションと呼ばれ、英国、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催された。審査員は、 チャールズ・ローズ卿とアーサー・コナンド・イル卿が務めた。コンテストは大成功を収め、勝利者には彫刻家、フレデリック・ポメロイによる賛同を模したトロフィーが与えられた。このトロフィーは1977年からミスター・オリンピアの優勝者にも贈呈されている。20世紀初頭、ベルナール・マック・ハッテンとチャールズ・アトラスが賛同に引き続いてボディビルの普及を推し進めた。 シンメトリーやディフィニッションよりサイズの大きさが優先されて評価されるようになった。現代では1940年から1970年はボディビルの黄金時代と解雇されることがある。トレーニング技術が発達し出版物やコンテストが増加したのもこの時代である。この時代のボディビルは米国カリフォルニア州のサンタモニカのマッスルビーチベニスで特に盛んであった。 マッスルコンテストとして、ベニスビーチの屋外トレーニングジムの近くで、5月の最終日曜日のメモリアルデー戦没将兵追悼記念日、7月4日の独立記念日、9月第1月曜日のレーバーデーの都市3回開催される。部門は大別してのこれら分かれて、ビーチに似合う体を競うカリフォルニア最大級のアマチュアコンテストであり、米国内だけでなく海外参加も多い。 人気が高まるにつれ、アマチュアアスレチックユニオンが1939年にボディビル競技会を既存のウェイトリフティング競技の一つに加え、翌年にはこの競技会を AAU ミスターアメリカと命名した。しかし、AAU はアマチュア競技者のみを許可し、ウェイトリフティングのオリンピック競技を重視したため、多くのボディビルダーの反発を招いた。 1947年第1回世界大会開催。これをきっかけに、ベンとジョンのウィーダー兄弟が国際ボディビルダーズ連盟を発足させるに至った。アイフブミスターアメリカは、プロも参加可能なコンテストであった。1950年には、全米アマチュアボディビルディング協会が、ナバミスターユニバースコンテストを英国で開始した。これと双壁を成すミスターオリンピアの、 1> 第1回は1965年に開催された。現在、ミスター・オリンピアはボディビル界で最も栄誉あるタイトルになっている。当初はそのコンテストは男性限定であったが、1965年にラバはミス・ユニバースをコンテストに加え、1980年にはミス・オリンピアが創設された。古代を舞台にソードサンダルを着たヘラクレスや、 サムソンや剣闘士を題材にしたスティーブ・リーブス主演の映画が1958年から1964年にかけて制作され、ボディビルダーの姿を見た欧米の観客が影響を受け、ボディビルのトレーニングをするようになった。アーノルド・シュワルツェネッガーもリーブスの主演映画を見て、ボディビルダーを目指したという。1970年代までに、ボディビルは、 アーノルド・シュワルツネッカーと1977年の映画、鋼鉄の男、ポンピング・アイアンにより大きな市民権を獲得するようになった。この時には、アイフブがボディビル界を統括しており、AAU はその後陣を廃した。また、この時代には、アナボリックステイロイドが他のスポーツと同様に、ボディビルにも浸透していった。1981年、 1> 第1回ワールドゲームズから非オリンピック競技として、ボディビルが競技種目として採用され、ワールドゲームズ1985、ワールドゲームズ1989、ワールドゲームズ1993、ワールドゲームズ1997、ワールドゲームズ2001、ワールドゲームズ2005、ワールドゲームズ2009で公式競技種目として開催される。このような状況に対し、 国際オリンピック委員会のメンバーに認めてもらうため、アイフ部は数種のステロイドホルモン剤と他の禁止薬物に対して厳格なドーピング検査を導入した。2000年代初頭、アイフ部はボディビルをオリンピックの競技にしようと試みた。2000年には IOC の会員となり公開競技としての開催が試みられたものの、結局は成功に至らなかった。この背景には、 実際のコンテストで運動競技のような記録がないことからボディビルはスポーツではないという主張するものが存在していることやボディビルではオリンピックの競技で禁止されているアナボリックステロイドの使用が不可避であるとの根強い誤解がある。ワールドゲームズも日本ボディビルフィットネス連盟によるとドーピング違反のためにワールドゲームズ2013ではボディビル競技は実施されず ワールドゲームズ2017でもボディビル競技の実施予定もない。2020年5月4日、アメリカ合衆国のフィットネスジムゴールドジムを運営するベイギーホールディングスは、米連邦破産法11条の適用を申請し、経営破綻した。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う営業制限で財政状態が悪化した。自社所有のうち約30店舗を閉鎖して、 再建を目指す。アジア競技大会においては2002年不山大会から正式種目に採用され、次の2006年ドーハ大会でも正式種目であったがアジア大会の肥大化を受けてアジアビーチゲームズに移行されることとなった。2008年アジアビーチゲームズ、2010年アジアビーチゲームズでは正式競技として行われた。 2009年にアジアボディビル連盟がアイフブから除名される事態が生じ、新たにアジアボディビルフィットネス連盟、アフブフが設立された。日本ボディビル連盟はアイフブの一員としてアフブフに加盟することになったが、ビーチゲームを統括するアジアオリンピック評議会はアブフを承認団体としているため、JBBF は2010年アジアビーチゲームズには参加できなかった。 一連の内紛の影響で2012年アジアビーチゲームズの実施競技からボディビルが除外されている。しかし日本ボディビルフィットネス連盟によるとアジアボディビルフィットネス連盟はアジアにおける正式の団体としてアジアビーチゲームズに2014年から復帰予定とのことである。日本のボディビルは若き竹丸に始まる。若木は友人賛道の著書に刺激され、 1938年、海力法並みに、肉体改造体力増進法を出版した。1952年、福島県で、第1回日本大会開催。1955年頃から、当時人気のプロレスと、相まって第一次、ボディビルブームが起こり、広く、ボディビルが普及した。同年10月には、日本ボディビル協会が発足し、1956年、 1> 第1回ミスター日本ボディビルコンテストが行われた。1967年にはアイフブ世界大会に日本選手を派遣し、日本ボディビルが本格的に国際化する。その後もアイフブやナバの国際大会で日本選手が相次いで好成績を収めている。末光健一が1972年アイフブのミスターユニバースショートクラス優勝。 須藤構造が1975年1976年、ナバ・ミスター・ユニバース・ミディアムクラス優勝、杉田・シュエルが1976年ナバ、ミスター・ユニバース・アマチュア部門・ショートクラス優勝1981年、アイフブ・ミスター・インターナショナル・ミドル級優勝、1982年日本、ボディビル協会が、日本ボディビル連盟に改祖し、アイフブに加盟。 九百八十三年には、初の女性ボディビル全国大会である、ミス、日本コンテストが開催された。飯島由里恵が九百八十八年女子世界選手権五十二キログラム一家級優勝、ワールドゲームズ九百九十三に、日本選手初参加、広田敏彦が九百九十七年、ワールドゲームズボディビル部門ライト級優勝、水間英子が九百九十七年、 ワールドゲームズボディビル部門 52kg 以下級優勝2002年アジア競技大会に日本選手初参加オ沼マトシオが2002年アイフブワールドアマチュアチャンピオンシップスマスターズのライト級優勝している2003年山岸秀国がアイフブプロカードを日本人初取得2012年6月19日現在のボディビル 連盟登録選手の競技人口は男3160人、女323人で、国内最大の大会の日本ボディビル選手権でも、賞金はなく、副賞として、プロテイン1ヶ月分が授与される。2013年4月、社団法人日本ボディビル連盟は、公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟に、改称した。2013年アイフ部男子世界。 アマチュアボディビル選手権大会 70kg 級で田代誠が第3位で日本に17年ぶりにメダル表彰された。2016年アイフ部男子世界アマチュアボディビル選手権大会 80kg 級で鈴木忠が優勝した。高校生以下のレベルも上がり相沢隼人が2017年アイフ部世界ジュニアボディビル選手権大会で 75kg 以下級。 第5位になった。2020年5月4日、米ゴールドジムが経営破綻のニュースが入るが、日本を含め世界に700近く展開するフランチャイズ店舗は、米破産方申請の影響は受けないと説明している。国際大会では肌を黒く見せて、筋肉の陰影をはっきりさせるために、褐色の色を大会前に肌に塗る。前日に塗るのは、 肌の角質層に色を沈着させるためだが、沈着するまでは、色が他に移りベッド等を汚すので、シーツの上にビニールシート等を敷いて寝る。スモール出版、ボディビルの掛け声辞典に、蒸気以外の表現も記載されている。ボディビルディングと薬物との関わりは、他のスポーツよりも深く、1960年代に薬物の洗礼を受けたと言われる。 その結果として、ボディビルダーは誰も彼もが薬物を使用しているという誤ったイメージを持つ人も多い。無制限に薬物を使用し、異常なまでに発達した筋肉で、人々の注目を集めるタイプのボディビルダーが存在する一方で、一切薬物を使用することなく、自然なサプリメント摂取と地道なトレーニングを積み重ねるタイプのボディビルダーが存在する。後者は、 ナチュラルビルダーとも呼ばれる。通常、この両者は同じコンテストに出場することはなく、各々に専用のコンテストが存在する。ナチュラルビルダーが出場するコンテストにおいては、一般的に厳重な薬物検査が実施され、違反者は即失格となる。中には、薬物を使用していながら、使用していないと偽ったり検査で出にくくして、 ナチュラルビルダーのコンテストに出場する者もいるため、検査項目にポリグラフを使用しているコンテストもある。薬物使用ビルダーが薬物大量摂取による後遺症で健康を損ねたり、あるいはそれが原因で死亡することが問題となり、それで公然の秘密とされていたボディビルの薬物汚染に批判が集まり、検査が実施されるに至った。しかし、コンテストにおけるボディビルダーを 健康美の対象としてではなく、見せ物と考える観客も多く、そういった人々は、怪物のような肉体を見ることのみを望み、ボディビルダーの健康には関心がなかった。入賞者に賞金の出るプロボディビルダーの大会では、工業のためにそういった観客の需要を無視することができず、薬物検査をせず、案に薬物使用を認めることになった。最近の健康志向の風潮から、 ナチュラルビルダーに対する評価が上がり、プロのナチュラルビルダーというカテゴリーも存在するようになった。ドーピングは筋肉の発達を促すが、かつてオリンピアで伝説とまで称されたセルジオオリバは薬物により得られる効果に否定的だった。彼は生涯で一度ステロイドを使用し、確かに本人が考えていた以上の筋肉を得られたものの、 筋肉がつきすぎるという理由で使用をやめたと語っている。ニューヨークポスト2013年10月23日配信のニュースではステロイド使用が女性の男性化をもたらした様子を物語る報道がなされた。返して女性ボディビルダーのキャンディス・アームストロングは仲間の勧めでトレンボロンの服用を開始したがすぐに1日の投与量を超えて依存症となってしまい。 以後2年間使用を続けた。その結果としてまずは、ニキビやヒゲに悩まされ、そして骨格が大きくなり、男のような歩き方に変わり、最終的には、彼女の輪郭が長さ1インチの陰形に成長してしまったという内容の事例が扱われた。2017年8月8日、アメリカ合衆国のボディビルダー、リッチ・ピアーナが散髪の最中に突然倒れた。ピアーナは、 意識不明の状態が2週間以上続いたまま8月25日に死亡した。ピアーナの死因については冒険で公式に不明とされているがインスリンの過剰摂取を疑う声がある。インスリンは水臓の β 細胞で産生されるペプチドホルモンであり体における動化作用を持つホルモンとみなされている。インスリンは細胞内へのブドウ等の取り込みと ブドウ糖による代謝を促し、それに伴って血糖値が低下する。ハーバード大学医学校の精神科教授で医学博士のハリスン・ポープによれば、ボディビルダーたちの間でインスリンの使用が増加しているのは確かであるという。ピアーナは2013年に YouTube に動画を投稿し、その中でインスリンの服用は危険であることを認めたが、適切な量の糖分を摂取すれば、 危険は回避できると主張した。ボディビルダーがインスリンを服用する理由については、前述の通り、インスリンには血糖値を低下させるだけでなく、動化作用があり、筋肉の増加を促進するからである。ポープは、インスリンは、ステロイドと同じく、筋肉の成長を促す動化作用が強く、ボディビルダーたちが服用している、インスリンはすでに血中にあり、検出されることがないと述べた。 だが、インスリンの過剰摂取は低血糖症を引き起こし、そこから、発作、昏睡、神経学的な脳の損傷、そして死につながる。また、インスリンの服用は、ボディビルダーたちの間で、大いに人気が高まっていることが判明した。ボディビルダーがインスリンを服用しており、そのことを抗原していない場合は、ひときわ危険であると言う。インスリンは規制された薬物ではなく、 容易に入手できる。健康のための運動の専門家、マットフィッツは、糖尿病患者と同じく、インスリンを服用するなら、十分な量の炭水化物を食べる必要がある。さもなくば、渾水状態に陥り、死に至ると述べ、ピアーナが命を落とす原因となった可能性が、最も高いのはインスリンである、と考えている。インスリンを服用する、行為自体が非常に危険である。 2016年12月、イギリスのボディビルダー、ゲント・ウェイクフィールドが自宅で死んでいるのが発見された。35歳であった。ノース・スタッフ,フォード・シャーの検視官、イアン・スミスは、ウェイクフィールドの死因について、可能性が最も高いのは、インスリンの乱用にあるだろうと推測している。また、マット・フィッツの言う通り、ピアーナの死因がインスリンにあるとすれば、議論が湧き起こるだろう。 自分自身を命の危険にさらしてまで、いかつく、どっしりとした筋肉を作り上げるだけの価値が本当にあるのかと疑問を投げかけているメディアもある。インスリンは、脂肪の合成と貯蔵を促進し、体内における脂肪分解を徹底的に抑制、阻害する最大のホルモンである。インスリンは、脂肪の蓄積を強力に促進し、空腹感を高め、体重増加を引き起こす。 たとえ、カロリーを制限したところで、インスリンを注射された動物には、過剰な量の体脂肪が蓄積する。インスリンの分泌を高める食事は、インスリンを注射した時と同様の作用をもたらす。インスリンは、細胞への武道糖の取り込みを促進し、脂肪細胞からの脂肪酸の放出を抑制、妨害し、肝臓でのケトン体の酸性を抑制し、脂肪の沈着を促進し、 主要な代謝燃料の循環濃度までも低下させる。肥満における危険因子には高インスリン血症が関わっている。インスリンの濃度が正常より高い場合や、インスリンの濃度がほんのわずかに上昇するだけで肥満は引き起こされる。インスリンの分泌を阻害する薬物を投与するか、インスリンの濃度が低下すると体重は減少する。脂肪分解を抑制、妨害する作用は、 インスリンにおける最も敏感な代謝作用である。空腹時でもインスリンの濃度がわずかに上昇すると脂肪細胞における脂肪分解作業は阻害される。細胞へのブドウ糖の取り込みを刺激するには通常の6倍のインスリン濃度が必要になり肝臓における糖心性を抑制するにはインスリンの濃度が2倍になるだけで十分である。脂肪細胞が満杯になってしまう場合に備えて 新しく脂肪を貯蔵する場所を確保するため、インスリンは脂肪細胞を新しく作るよう信号を送る。インスリンは体を太らせる作用が非常に強く、ボディビルダーの多くが理想として描いている肉体の構築を実際には困難にする。ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・スポーツ・メディスンに掲載された論文、インシュリンアズ・エドラック・オブ・アビューズ・イン・ボディビルディングでは、と述べ、 筋肉を肥大させる目的でのインスリンの服用行為は非常に危険であると結論付けている。ありがとうございます。